皆さんこんにちは。動画系ルイです。本日は、マスクです。本日はですね、なぜこんなところにいるのかというとですよ、気にしないでください。はい。僕が今ツイッターに上げている、ダンボールくんという漫画があるんですけど、こちらの原本。本日持ってまいりました。ツイッターに投稿しているちょっとペン入れをした状態と比較して、なんかね、結構本当趣味で書いてる感じなんで、分かんないとことか、僕なりに解説しながら、ダンボールくんまとめということで動画とさせていただきます。よいしょ。じゃあ、ダンボールくん解説動画ちょっと撮りたいと思います。原本企画&僕からちょっとね細かい解説ができたらなと思います。はい、ダンボールくん1ページ目ダーン。はい、表紙ですね。はい、もうこだわりの1枚でございます。後ろには僕が崇拝するジョジョの奇妙な冒険の漫画が掲げてあります。はい、1ページめくると、これは、原画限定になるんですけど、ダンボールくんのなんかスペックというかなんか書いてあります。はい、この長方形が黄金比になってるんですね。1対 1.6 っていう、はい、こちらジョジョの黄金の回転とかちょっといろいろ黄金比らしいんですよ。一番綺麗に見える四角形の形らしいです。はい、1ページ目カゴンガシギャー。はい、ネズミですね。このネズミド迫力に描かせていただきました。これなるべくその全体を描かないと迫力が出る感じがあって、はい、こちらネズミですね。もうド迫力に描かせていただきまして、はい、描きました。はい、でカシュッバッドガー投げて飛ばします。でドドドドドこのドドドドドのね効果音、僕効果音の中で一番好きで、漫画の、はい、なんかこの臨場感の迫力がめっちゃ出るなって感じで、はい、使わせていただきます。はい、でガシャッ、ダンボールの腕が変形して、ここはね原画でちょっと適当に描いちゃってるんですけど、かなりこだわりですね。ダンボールくん目線でスコープからネズミが出てきて、セリフで駒が割り当てドーンみたいな、はい、で、ダンボールくんの弾がここをね、ネズミのここをかすめてって、はい、でダンボールの銃なんで一発打ったらね、でブシャーブヤーってなっちゃいますね。はい、でここでダンボールくんスパーン、でダンボールくんが割れたと思いきやネズミが真っ二つみたいな、ちょっとね、ドラゴンボールのメカフリーザを切ったトランクスみたいな感じなんですけど、ここでジャキって感じです。はい、でもうね、ここまでで結構第一章攻めてるんですよね。結構ほんとなんかグロいの好きってわけじゃないんですけど、やっぱリアリティがあった方が読者の方も見ててうわうわみたいな、すごいすごいみたいになってほしいなと思って、結構本当バトルシーンはリアルに描かせていただきました。戦い特撮ボイス流れてますけどね。はい、まあダンボールくん戦ってます。はい、でこちらデータベース、これ限定ですね。原画限定で、ネズミなんとこちら実際のサイズで書いてあります。こんなでかいんですよ、クマネズミっていうんですけど、なんかね、東京にいっぱいいるネズミですねこれね。はい、ということでございます。で、第2章、ここでね、すごいこの漫画大丈夫みたいな、はい、とこがあるんですけど、ダンボールくんが、ネズミの中から何かを取り出して、歩いていくと、なんとその腕、ダンボールくんの腕、しかもね、ダンボールだから水で洗うとふにゃふにゃになっちゃうんですね。はい、自分の手もふにゃふにゃになりながら、だからお手手を洗って持って帰ってきた先には、仲間たちのパーツがいっぱいあって、ダンボールくんはたった一人で仲間を集めるためにパーツを探してるって感じですね。はい、こんだけあったら1個ぐらい揃うだろうって感じですけどね。なんでかわかんないです。でここで、ダンボールくんがチカチカーで電源が切れちゃいます。で次のページ行くと、目が覚めたらゴキブリくんがね、これ虫くんとかゴキブリの部分とか好きに呼んでいただけたらと思うんですけどが、なんかね、ちょっと涙ぐんで見てるんですけど、ダンボールがチャッツチャキッツってやるけど、ゴキブリくんは説明をしますね。はい、ネズミから助けてくれたんだよ、言葉が通じるのかわかんないんですけど、ダンボールくんは、
まあ、気にしないというか、はい、でダンボール君は思い出したかのように、仲間の元に向かおうとするんですけど、まあ、ここでね、虫君が丁寧にこう充電してたんだよって言ってあげるんですけど、なんか知らんぷりみたいな感じで結構ね、無機質な感じなんですよね。まあ、ダンボール君も殺戮マシンってわけじゃないので、まあね、こういう虫君には危害は加えないんですけど、で戻った先に、仲間のパーツを集める、はい、とこがあって、ここ結構ねちっちゃくなってるんですけど、ここが後々大事なコマになってきますね。はい、でダンボールの小屋の中で虫君がね、コンセントを見つけますね。このダンボールの壁の裏にコンセントがあるのを見つけるっていう風に変えました。はい、ダンボールにねコンセントだったら変だもんね。はい、で、虫君は思い出したかのように行きます。でダンボール君はねちょっと気になりつつも仲間の方を心配するって感じですね。はい、でここで虫君がガチャッつって、ここでねまたね一気に展開が、雲行きが怪しくなってきて、はい、で強敵ですね、雲です。雲の一匹目ですね。目にねダンボール君が映ってますね。ダンボール君じゃない、虫くんが映ってますね。はい、で虫くんは逃げるけど捕まっちゃう。でここで、ダンボールくんが、助けに来てくれると、はい、やっぱ気になって、どうしてもね気になって来ちゃったら襲われてたわけですから、はい、でここでね多分ダンボールが本気で撃ってないですね。糸を切る目的で切ったら、銃を撃ったので、銃はまだ無事ですね。はい、で腕を2本落とすね。でここでももダンボールくんは虫くんと一緒に逃げます。はい、逃げる先に、別の2匹ですね、これ。はい、3匹いるんですよ、クモ。で、逃げてると、ここで襲ってきたところをカキ。ここはこだわりの1枚でございますね。はい、2匹を制するんですけど、ここでやっぱダンボールくん強えなって思っていただけるように書いてますね。はい、でここでもうね、早々に1匹のこうね、さえぐるんですけど、なんと隙を逃さずもう1匹が左腕をバキッ落としちゃいます。はい、ここのね、雲のこの下からカメラを回してる、カメラのアングルがある感じでもう強敵ですね。結構もう序盤から絶対絶命みたいな感じで、まあダンボール君は、右手で応戦します。はい、もうここでね銃がヘニャってなっちゃって逃げるんですけど、糸で攻撃していきますね。こんなに器用に糸使えるのか分かんないですけどね。はい、で、なんともう一本の糸が、虫君の足を捕まえますね。これねさっきの一番最初の雲ですね。はい、で、ダンボール君手伸ばすけど届かない。あー、虫くんがぐるぐるになっちゃう。で、ここはね、ダンボールくん、もう、てんてんてんで、セリフは、この漫画セリフはないんですけど、このてんてんてんで感情も表現できたらなと思いながら書いてて。で、ここでダンボールくんは結構ね、追い詰められるんですけど、そうですね、虫くんなのか、仲間、ね、ダンボールの小屋の仲間なのか、どっちを選ぶかって言ったら、ダンボール君は仲間を選んだわけですね。かすかなダンボール君を見るんですけど、でダンボール君は屋根裏部屋の、入り口まで来ますね。これね屋根裏部屋なんですよ。でね、虫君はダンボール君を抱えて屋根裏部屋まで持ってきたってことですね。すごいですね。はい、でここでね、またダンボール君の、もうここが一番の選択ですね。帰って仲間を助けるのか虫君を助けるのかって選択の中、ダンボール君が振り返ると虫君が手を振ってるわけですね。ここは虫君のなんだろうね、ダンボール君への思いやりというか、仲間が大切なことを、ダンボール君の仲間が大切なことを知ってるので、はい、ここで手を振ります。でダンボール君はそれを見て、虫君を助けに行く決心をします。ここでガシャッ、でここでゴバーン、最後の力振り絞って撃ちます。もう右手パーンですよ。はい、で撃った弾丸はというと、長弾を使って1匹倒しますね。はい、でここでなんとスペシャルサンクス、相沢京太くんっていう人がいるんですけど、そいつに書いてもらったんですね、ここの2コマで書いてもらったらいいんですけど、あやつ左腕かき上がりまして左腕が生えとるやないかいって感じなんですけど、はい、消してますね。はい、で、こちらでクモが、ダンボール君はもう追いかけるんですけど、クモもね、
虫くんにかじりつこうとしてて、これは間に合わないってなるんですけど、もう諦めずダンボールくんは新たな能力を、思い出すわけですね。足にジェットパックがついていると、はい、で飛んでスパッシュ、もうヒロアカですね、ハグチグチグチ、はい、ここで、2人の再会ですね。ここね、戦闘中なんだけど、やっぱこの2人にとっては本当に嬉しい再会だったと思うので、神秘的な感じで書けたらなと思って、はい、でもすかさずクモは攻撃してくるんですけど、ダンボール応戦しようとするも足、腕、やらがビーンってなっちゃう。で、あたふたしてたら、なんと、左腕を発見するんですね。ドドドドドドド。で、ここで、お互いのこう戦いがあって、虫くんは覚悟を決めて、左腕にしがみつきます。でここね、コンセント触った時のパチパチが残ってたんですかね、これでパチパチでやったらボーッつって飛んでいきます。はい、で1匹目かけて飛んでいくけど外しちゃう。で、あーってなっちゃう、もうね絶望の顔してるんです。柱にまっしぐらかと思いきや、ここね一コマ足してますね。ここで虫くんがダンボールくんの後ろ姿を思い出して、虫くんが空を飛びます。はい、普通に余談なんですけど、ゴキブリくん、ゴキブリさんはね、普段は飛べないらしいんですよ。自分がピンチになって、ピンチになると IQ が跳ね上がる、もう人間より頭良くなるんですって。その時に自分が飛べることを初めて知るらしいんですよ。かっこいいですよね。はい、で、ババババババッ、スパッで、シュパシュパシュパッ、ドドドドドド、もう迫力重視で、で、ここで、糸をかわしながら蹴りを繰り出しますね。ここの駒はレオに褒めていただきました。はい、で、クシャクシャって、いやーってやったら、もう1匹がバーッってきて、首を捕らえるのすかさず虫くんズバーン。で、まあ、さらにもうね、一進一退の攻防です。結構ギリギリで、ギリギリダンボールくんは、その糸を掴んでグイッ引っ張って、ガーンガツン、ね、頭でね、はい、ここはね、エヴァンゲリオンのアニメの、ゼルエルと戦ってる時にね、トイレットペーパー、ああ、メシじゃないか、へぇ、へぇ、っていうところです。はい、で、ブワッつって、ここの虫くんはね、かっこよく描きました。で、イエーイ、カシャカシャカシャ、ボーンで、ギャラララララ、バコーンで、はい、このね、ここで2人の勝利ということですね。はい、でもうダンボールくん逃げてボロボロで、電池もないみたいな感じで、虫くんが心配そうに駆け寄るところで、ダンボールくんの電池が切れますね。はい、そして戻ってきたら、ここではね、原画の方では家に行っちゃってるんですけど、まだ家ではないですね。はい、でここで虫くんはこれ左腕くっつくかなみたいな感じで差し出すと、ダンボールくんはそれを見て友情ですね、友情、2人の友情が芽生えるっていうシーンで、第3章が完結ということでございます。はい、でデータベース、オージョロウグモってね、沖縄にいる雲らしいんですけど、マジでこれぐらいでかいらしいです。俺の手のひらよりでかい。はい、糸がすごい強くて小鳥捕まえちゃうし、なんか網にしてすくうと魚もすくえちゃうみたいな、そんな雲いんのって感じなんですけど、はい、なんで強敵でしたね。しかも3匹いたんで、という感じになります。はい、ということでいかがでしたでしょうか。はい、もう本当にね、今実はこの動画2本目撮ってるんですけど、1本目がマジで40分ぐらいずっと喋ってて、俺もう本当にね、語り尽くせないぐらい思いを込めた漫画で、で本当にいろんな多くの読者のみんなに読んでいただいて、いいねたくさんくれたり、ね、次の展開楽しみですとか、この展開めっちゃ好きですとか、すごい応援の言葉いただけて、もう本当に嬉しかったです。で、ダンボールくんは、今3章まではこちら原画がもう原画も以上になるんですけど、の続きはあります。で、構想も一応全部頭の中でなんとなくできてて、はい、で、なかなか書き出せずにいたんですけど、ちょっとね、いざツイッターに投稿して本当にたくさんの応援をいただけて、続き絶対書こうと思います。僕なりのダンボールくん
完結まで持っていこうと思いますんで、時間かかるかもしれないですけど、皆さんぜひ楽しみにしててください。はい、ということで、ダンボールくん解説動画以上になります。本当に見てくれてありがとうございました。そして、これからもダンボールくん、ぜひ楽しんで読んでいただけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。